こんにちは。まあ日頃ね、ちょっと運動不足ということもあって、まあ、体重がね増えてきてるんですよね。まあ適度な運動をね行っていたんですけれど、ちょっとね椅子に座ってる時間が多いので座骨神経痛から、右足がねちょっとね痛くなってきました。ですんで運動以外にね、体重を減らすこと、そうです、糖質カットのダイエットをねちょっとやってみようかなと思って、1週間ぐらい前からね、オートミールをね食べ始めております。今日はねそのオートミールの料理で簡単にできるオートミールのパンを作ってみたいと思います。はい、まずはね、これオートミールをね 50g 量ります。そしてダカント S を 5g 入れます。次に塩を 1g 入れます。よいしょ、 1g 測るの難しいけど、はい。そしてベーキングパウダーを 4g 入れます。この前使ったやつがあるんで、それを 4g 入れましょう。よいしょ。はい、これをね混ぜます。うまくなじむようにね全体的にこれを混ぜていきます。はい、これに、牛乳、100ml 混ぜます。そしてこれをね混ぜ合わせます。うまく全体的になじむようにね、ぐる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 っと混ぜましょう。混ぜ終わったら、3分間放置します。その間に、卵をね溶きます。はい、卵、溶きましょう。はい、3分経ちましたんで、先ほど、溶いた卵を流し込みます。そして、かき混ぜます。はい、かき混ぜたら、レンジで使えるね、容器に流し込みます。はい、流し込んだらねこの容器、均等になるようにね広げていきましょう。まあはい、こんな感じで、均等に広げていきます。はい、そして、蓋をしないで、電子レンジに入れます。私の電子レンジはね 500W しかないんで、だいたい5分ぐらいまでね、加熱させます。はい、電子レンジから取り出します。はい、こんな感じね。で、熱をね、粗熱を取りますんで、ここでね5分ぐらい放置します。はい、5分経ちました。容器からお皿に移します。これひっくり返してトントントンとやると落ちます。お、なかなか落ちないな。トン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 、はい、落ちました。はい、こんな感じでオートミールのパンが出来上がりました。はい、オートミールのパンが出来上がりました。今回はね、これいちごジャムと、ブルーベリージャムをねトッピングしてみました。そして、大好きなコーヒーもねつけました。まあね、何もついていないオートミールのパンからいただきます。
あ、はい。あの、意外とね、ふっくらしていて美味しいで、今度ね、いちごジャムの方、食べてみようか。いただきます。あ、美味しい美味しい。いちごジャムトッピングすると美味しいですね。ブルーベリーどうかな。あ、ブルーベリーも美味しいですね。で、コーヒー飲みながら。美味しいです。はい、ということで、今回はね、糖質カットのオートミール料理、オートミールのパンをご紹介しましたの、ね、手軽に、簡単にできますんで、ちょっとね、体重ね、減らしたいなという方はね、ぜひ、このオートミールのパンを試してみてください。はい、今回この辺で失礼します。